石川光明から1913年7月30日は明治時代の彫刻家、陽明正太郎、浅草区松山町を生まれ、浮き彫りを多用する技巧的作風などで知られた。源義経と家臣を描いた象下彫刻宮堀氏の家に生まれる。祖父、藤吉は戦争時雷門を手掛けその名を知られたという。末恵3歳で父を、 9歳で祖父を亡くし、駒形に住む、おじの家で家業の見破りを習う。1862年から絵画を、かの久さししに、1886年からは下町を、根付けし、菊川正光に学ぶ。1878年に、朝日玉山と共に、後の東京町公会となる、彫刻の研究会を始める。1881年の第二回内国官業。 博覧会出品の下町美区観音像と観入のついたては共に妙義に当初を受賞。1882年に同い年の高村幸運と出会い、互いによき理解者として信仰を深めた。彼らは共に1890年提出人芸員、東京美術学校教授、文部省の美術展覧会審査員などを歴任し、東京町公会で、 近代彫刻の発展に尽力した。さらに、1893年のシカゴ、万国博覧会に出展した、浮彫観音菩薩像で言う当初を、1895年の第四海内国官業博覧会に出展した、木彫者もで、妙義に当初を、1900年のパリ、万国博覧会に出展した、古代、高刈置物で金賞を、1907年の、 東京官僚博覧会と1910年の日英博覧会に出展した学面群用図で一等賞と名誉金賞を受賞した。このうち古代高刈良き物は今日では巧妙の代表作であり朝日玉山の勘定置物と並んで明治下町の屈指の傑作と評されている。野鳥1912年ありがとうございます。